小学部長の渡辺でございます現在1年生のご父母の皆さんまずは中央大学小学部にご子女をご入学させていただきましたこと心から感謝申し上げますご子女はこの多摩のキャンパスに入学後実際にキャンパスに足を運びそこで授業を受け友達たちと語り合いサークルや部活に打ち込むなどの、まあ、いわゆる通常の大学生活を 思思い描いてい描てたことと思われますしかし新型コロナウイルスの影響を受け日本だけではなく世界のどの大学においてもいまだかつて経験したことのない事態に直面し春学期は全面的にオンラインの授業に移行せざるを得ませんでしたそして秋学期においても部分的にしか対面の授業を実施できておりませんご父母の皆様そして何よりも ご子女の皆様におかれましては、えー、悔しくそして残念な思いを抱かれていることと思います我々としても、えー、いわゆる普通の大学での授業を受ける環境を実現させてあげることができずに本当に心より残念に思っておりますしかし我々小学部の教職員は学生たちの学びを止めることのないようできる限りの対応を取ってまいりました 学部長のもとオンライン授業対策委員会を作り毎週のように3時間ぐらい時間をかけて会議を実施し環境の変化に即応した意思決定を下してまいりました本日は3月以降これまで我々教職員がどのようにオンライン授業を実施しご子女に接してきたのかそして来年度に向けてどのような方針で 授業を実施運営していこうと考えているのかについてしっかりとご父母の皆様にお伝えしたいと思いますはい、えー、それでは本日お話しする内容ですが、えー、このコンテンツの通りとなっておりますまず最初に中央大学におけるオンライン授業のタイプを中心にお話ししますそれから、えー、本年度2020年度の春学期に どのように授業を実施したのかそれから3番目に現在秋学期でございますがこの秋学期にどのように授業を実施しているのかそれから4番目に中央大学の新型コロナウイルス感染予防対策についてどのようなことをしているのかをお話ししますそれから5番目に来年度2021年度の授業の実施方針まどのような計画を今しているのか その点についてお話ししたいと存じます。それから最後に私からのメッセージということでお話をさせていただきます。早速ですがまず最初に中央大学におけるオンライン授業のタイプをまずご説明いたします。まず一つ目は双方向型授業です。これはあの本学はシスコ社のウェブエックスというオンライン会議システムを導入しておりますが、それを用いて 教員と学生がライブでリアルタイムでつながって授業を行うというものでございます。これ今写真が写っているのは私があの少人数の授業をオンラインで行なライブで行っている様子でございますが、このように画面を通じて学生との表情を見ながらあの授業を行ったりすることができます。 えー、それから2番目は動画配信型授業ですこれはあらかじめ、まあ、例えばこういう形で授業の様子を撮影しそれを学生に視聴してもらいメールや掲示板などで質問や議論を行うという授業です。3番目が資料配信型授業というものでこれはパワーポイントに主としてパワーポイントに、えー、音声の説明の部分を、えー、付け加えて。 それを学生に主張していただきやはりメールや掲示板などで質問や議論を行うというような授業です最後が実習中心型授業ということでこれは教科書による実習演習などを中心としてやはりメールや掲示板などで質問や議論を行う授業ですこの四つのタイプの授業を当初この春学期まあ、定義しまして この授業をこの4つの授業のいずれかをノノの,の,の先生が実施していくという形を取りました。まずですね、あのこういったオンラインの授業をどのような時間帯で実施しているのかについてご説明いたします。まず双方向型授業はあらかじめ定められた曜日時限、その対面で行うときと同様にそのあらかじめ定められた曜日時限で実施いたします。 これに対して動画配信型資料配信型の授業などについては必ずしも時間割に割り当てられた時間割で割り当てられた曜日次元にとらわれないものとするというふうにしていますただし配信する動画も配信する資料も割り当てられた時間帯のですね次元の前にはアップするというようなことを心がけております 学生にはですねそういったアップされた動画や資料をですね2番目は同時双方向型以外のオンラインの授業における授業時間外の指導ということであの同時双方向型授業は、まあ、ほぼ対面で行う際の授業と同じように授業中に質問を受けたりあるいは議論をしたりと。 いうようなことができております。私もゼミなどで同時双方向型の授業を行っておりますが。あの、これはですね、対面で行う場合とほとんど変わらないクオリティの授業ができております。これに対して、それ以外のですね、動画配信、資料配信、自主中心につきましては。えー、っとですね、まず。あの。それを見ているときには、教師とのインタラクティブなやり取りはできませんので。授業が終了してから。 72時間以内に質問をするで教員側もそれに答えるであるいは何か小レポートみたいなものを提出したのならばそれを添削して返すあるいはですね学生たちのその日の授業の内容をめぐって議論できるようにですねあのマナバという教育支援システムがあるんですがそこの掲示板を通じて学生たちはいろいろ議論をするというように指導しております。 でなおです、ね、その72時間以内に、えー、質疑応答や、まあ、あるいは、えー、添削指導などを行うとしても日日、えー、日曜ななどの休日は行わいいいよううににということこで先生おお願いしておりま,すまたあのメールを使ったあるいはその他のシステムを使った質疑応答などについてはです、ね、早朝、えー、および深夜の時間帯は避けるように先生方にはお願いしております。 で最後にですね「自習中心型」という授業なんですがこのタイプの授業は、まあ、あくまでもですね今年の春学期、えー、学生のインターネット環境が整うまでの次元的なあのオンライン授業の実施形態として位置づけておりまして、えー、この秋学期においては原則として、えー、この「自習中心型」の授業についてはあの行わないというふうにしております。でまた実施する場合においてもですね文科省などの指導に基づきまして 毎回の授業においてはその目的や狙い教科書を読むにあたっての、えー、留意点や必要な視点観点を必ず示すようにと、まあ、ただ資料をアップすればいいというようなことではなくてこのようにご対応くださいというふうに先生方にはお願いしております、えー、続きまして、えー、具体的にこの春学期、どのようにオンライン授業を実施したのかということについてご説明いたしますまずですね、えー 秋学期が開始して2週間の間ですけれどもこの期間はですね特別休校期間として、この間は一切授業を行わないといいとうにいたしました。ししまこれはどうしてこのようにしたかと言いますとまずですね本学としてもウイルス感染リスクから学生を守るということでいくつかクリアしなければならない課題がございましたのでそれに取り組む期間あと 大学側のオンライン授業をこう一斉に実施することになったわけですがその提供環境を整備するために時間が必要だったということとですねあと続きましてその特別休校期間の2週間が終了した後特別措置期間ということで全面的にオンライン授業を実施することになりました。 対面型のの授業の実施は一切不可としました、まあ結果としてですねこの特別措置期間は5月6日までだったわけですがそれ以降も春学期は全部オンライン授業を実施する対面授業は一切行わないということになりましたこのオンライン授業を実施する際の小学部としての方針ですが講義タイプの授業、まあ、いわゆるあのたくさんの履修者がいる授業ですけれどもこの授業はですね 資料配信型あるいは自習中心型でご対応いただくと。で演習タイプゼミや PBL という学生の能動的な学習を促す授業ですけれどもこういった授業についてはあの先生方にどのようなさっき4タイプのオンライン授業があると申し上げましたがそのいずれを採用するかは先生方のご裁量ということにいたしました。でまた実習タイプ についてはこれはあの体育実技とかですけれどもこちらについても資料配信型あるいは実習中心型を実施していただくという方針を出しましたで語学タイプについては英語や第二外国語ですがこれはあのゼミなどと同じようにどのような授業を実施するのかということについては先生にお任せいたしました、えー、まずですね あのそのような授業方針を取るに至った背景、えー、としてですねあの学生にアンケートを実施いたしました、えー、4月6日に行いました、えー、そうしたところですねあの実際には学生たちはかなりあのオンライン授業を受ける環境はあの整っているということが分かりました、えー、ただですねこの今映し出している資料の3番ですがこれは、えー 速度制限なしで使える容量が月5 0イトに満たないという学生です。これが、えー、234年生でいうと4.4%いると新入生については2.9%いると。でまた、えー、5番目ですが、えー、いずれもなしと、まあ、要するにインターネット環境が整っていないという学生も。 現役生については8.6%新入生についても 4.9%3、まあ、と5番を足し合わせて10%前後の学生がオンライン授業を実施するにあたって若干インターネット環境に不安があるあるいは整備されていないということでこういった学生がいる以上我々はオンライン授業を実施するにあたって一定の配慮が必要だというふうに判断いたしました。 えっとまずですねあのこの間行った大学側の対応をご説明したいんですが双方向型授業ライブ型の授業あと動画配信型の授業これについてはですね実は受,教受講しようと思った場合、えー、学生のいわゆるギガです、ね、通信量といいますかそれを大きく消費するということが分かりました。 ですので仮にですねあのゼミとか語学とかで双方,双方向型の授業あるいは動画配信型授業を実施する場合には学生たちにですねしっかりあのそういったあのデータ通信量をかなり食う授業を実施するにあたっては学生たちのインオンラインインターネット環境を確認した上で実施しなければならないというふうにしました。えー また資料配信型授業も同様にですね原則として資料配信型の授業を講義の授業ではやっていただくというふうに先生方にお願いしましたのでどの授業もですね無制限に音声を入れるというふうにするとですねやはり学生のギガが1ヶ月持たないというようなリスクが高かったので。 資料配信の授業を行う場合は1回あたりですねファイルサイズが40メガバイトを超えないようにということで先生方にお願いいたしましたまあそういったあの環境下でございましたので自習中心型もの授業についても緊急避難的な対応として実施を容認することといたしましたでまたですね、えー学生がその 1か月のうちに授業を受けている最中にですねあのもうギガが切れてしまったとかそういう事態も考えられましたので学生緊急用にです、ね、急遽 w i f i ルーターを200台レンタルいたしまして希望学生に無料でまた郵送代も取らずに郵送するということをいたしました。えー、それからですね、えー まあやはり携帯では授業の資料とかも見にくいということで PC を貸し出しするということもいたしましたそのために約70台を用意しその春学期はですね貸し出すということをいたしました現時点では129台の PC を貸し出せるように準備して備えておりますでまた全教職員とあと全学生に対してオンライン会議システムの WebX というもののアカウントを 無償で割り当てるとということをいたしました。で逆に学生側にお願いしたことですまずですね中央大学には授業支援システムとしてマナバというシステムがあるんですが、えー、これをですねあのこのコロナの前も利用してる先生は積極的に利用していたんですが必ずしも全授業で使われていたというわけではございませんでした。なので 学生側としてもこのマナバをあまり利用したことのない学生というものもいましたので必ずですねそのマナバのマ利用マニュアルをを事前にに読んでおくよううとといいことを指示いたしました,またあの PC あと双方向型の授業をする場合にはウェブカメラというものが、まあ、あった方がいいという場合が多いのでウェブカメラあるいはマイクなどを購入できる人は購入するようにということでお願いをいたしました。 またインターネットの接続環境というのはできればあの、えー、無制限に出張できるようなあの充実した接続、えー、接続環境を整備するようにお願いをいたしました。また教科書はですね従来はあの対普通の大学の環境では。 あの大学にです、ね、バラック小屋を建ててそこでこう学生たちが毎年行列を作って教科書を買うということが行われていたわけですが、まあ、今回はですね在学生協にお願いして全てあのウェブオンラインで注文できてでましたで,またですねマイクロソフトのオフィス三六3 6 5というものをですね、えー、無償で、えー、利用できるので。 授業開始前にはこれをダウンロードしておくあオフィスを持ってない学生はですね、えー、無償でこれを提供できます利用できますのでダウンロードしておくようにというふうにお願いいたしました。またあのオンライン環境になりますと学生と教員の連絡をメールベースで行うということも多くなりますので、まあ、今の学生メールを使わない学生も多いのであの、えー、この中央大学は g m a i g o o g l e 社と提携の g メールを 利用できるようにそのような環境を整えておりますのでこの g メールのおーメールをですね定期的にチェックするように学生にはお願いしました。でまたあの特別休校期間中はあの小学部の先生方から推薦図書というものを学生に提示いたしましたのであのそれを読んで感想文をその1年生のゼミの先生に提出するようにお願いいたしましたまた。 いろいろオンラインに関して不安も学生たちもたくさんあったと思いますので相談窓口を用意して相談を受け付けるというようなことをそういう環境を作りましたので何か困ったことがあったら連絡するように学生には伝えましたそれから春学期の成績評価の方法なんですが期末試験については あの対面では一切実施いたしませんでした。すべてオンラインで実施いたしました、えー。オンラインで実施するということなので、いわゆる設問回答式の試験というのは非常に実施しにくいということで、原則としてレポート試験、えー、および平常点で評価するということにいたしました。でまたレポートの提出期間はですね、あのどの授業もレポートということになると、えー、学生方も。 学生も対応が大変でしょうから提出期間は例年より長めに設定して提出は全てあの先ほどご説明いたしました「マナバという教育授業支援システムを通じて行うということにいたしました。えっと説問回答式の試験もあ、えー、一切実施しなかったというわけではなくてですね一部 どうしても実施が必要な科目についてはごく少数ですけれども実施いたしました、まあ、しかしその場合も不正行為の防止策というのを徹底して行いましたはいでその春学期まあもうこのコロナの状況がになってからですねあの徐々に徐々に本学としてもインターネット環境を整えてまいりましたまずですね 中央大学全体の接続回線への設備投資を緊急で実施いたしまして、えー、学,後学外接続回線を、えー、このコロナ前の状況から10倍に増強いたしましたそれから、えー、サイネットという学,ず学術情報回線これは図書館などが扱っている回線なんですがこれも4倍に増強いたしました それから先ほど申し上げましたマナバ授業支援システムですけれども、これの処理量もですね、あの、オンラインになりますと、このマナバに学生が一斉にアクセスしてまいりますので、えー、これもですね、処理量を2.7倍に増強いたしました。えー、それからですね、えー ここから今秋学期の授業の実施状況を説明しておりますが秋学期においてはですねあの一部対面の授業も実施しておりますので大学でですねオンライン授業を受けるというケースも想定されましたそこでですね大学内にオンライン授業の受講が可能な教室とあと学生たちにはできるだけラップトップの授業を大学に持ってきてもらうように。 えー、お願いをしてるんですがそうしますと充電をすることができないと、えー、ダメだということで充電ができる教室というのを専,門専用の充電ベアというのを用意いたしました。で秋学期の授業の授業方針ですが少人数の授業ゼミや語学や実習系の授業、まあ、例えば体育もそうですがこれについては対面式授業を 一定の条件をクリアした場合に限り、えー、実施することを容認いたし,ました、まあ、ただしですね感染リスクに対する認識っていうのは学生間で相違しますので、えー、対面で授業を受けることに不安を感じている学生についてはそのお、えー、意思を尊重してですね対面で実施する場合もそオンラインを希望する学生がいた場合には 対面とオンンライイのハイブリッドで例えりま,すでまた秋学期はですねあのこの先ほどご説明した4つのタイプのオンライン授業のうち双方向型動画配信型資料配信型のみを実施していただく先生方に実施していただくということにして実習中心型の授業は実施しないと。 いうようなことにいたしました、えー、それで現在の秋学期の対面授業の実施状況なんですが、えー、今ここにお示ししている通りまあ、例えば体育実技はですね、えー、本年度の入学新入生はですね約半分が対面授業に参加しております1024名中612名が対面式の授業に参加しております でその他ですね、1年生の授業でいうとベーシック演習という1年生での演習ですが18講座が対面で実施しております外国語も19講座が対面で実施しております2年次以降の授業の対面の割授業数もこのスライドでご説明しているとおりです、えー、と 最近ですね第3波ということで、えー、東京の感染者数も非常に増えてまいりましたので臨機応変に対応いたしまして、えー、対面の授業を今、えー、中止している授業もありますが秋学期開始時点でではこのような状況でございました、えー、我々としましては臨機応変に感染状況の推移を見ながら えー、適宜必要な意思決定を行っておりますす例えばですねあの推薦特別入試についてはこの秋学期もいろいろ行われているわけですが対面で行う予定だったものもあの臨機応変にオンラインであの面接を実施するといったようにですねえ適宜、えー、適切な判断を下しているというふうなつもりでおります。えそれから あの対面で実施する場合もです、ね、本当にわれわれは慎重な配慮をしておりまして、えー、例えば今映し出しているスライドは、えー、ゼミの場合の対応ですけれども、えー、このようにです、ねえー、授業で実施した例えばキーボードとかそういうものは必ず拭き取るですとか、えー、机もきれいに、えー、拭くですとか利用する都度にです、ね、あのそういう対応を取っております。 詳細はこちらをご覧いただそれからですねあの中央大学の小学部はですねあの学生の能動的な学習いわゆる PBL というのを積極的に導入し学生に提供しておりますがそういった授業はですね学内の活動にとどまらず学外での活動というものが例えば企業や自治体に訪問したりだとか、まあ、そういったことが あの頻繁に行う必要があるんですが、えー、まあそれもですね少しております例えば日帰りでですねどこかの企業に訪問する自治体に訪問するという場合は所属部局の長、まあ、つまり学部長の私ですが私の承認を得るということと。 受受け入れ先機関、まあ、受け入入れれ先先の企業とかですねそういうところがまあ来てもいいよということで承認をちゃんと得ているかということを事前にししっかりり私が確認しておりますそれから宿泊を伴う活動も一部認めてるんですがあのその場合はですね、えー、日帰りの場合の条件に加えて、えー、きちんとご不母のご承認も得ているということを条件として加えて 実施を認めていいるところでございますそれからあの感染予防対策としてどのようなことをしているのかということですがまず学生があの小学部事務室にこの空きがは来るということがございますのでしっかりとです、ね、その写真のとおりです、ね、事務室窓口にアクリル板を設置して、まあ、距離にも注意して対応するというようにしております。 また事務室の入り口前にはきちんと消毒液を設置して必ずこれで手を消毒してから入室するようにしておりますまたですねもうマスクは必須でして各種感染リスク軽減のための諸注意をいろいろなところで掲示して注意を促しておりますそれから教室もですねちょっと写真が小さくて見にくいかもしれませんが 3、えー、密回避のためにですね座ることのできる椅子を限定してここは座っちゃダメということをしっかり机に明示しております。また空調も整備しまして、まあ、窓を開けることも励行しております。でまたですね、えー、大学でオンラインの授業を受けるといった場合の、えー、オンライン授業を受ける部屋というのも用意しております。でまたですね、えー、先ほども少し触れましたけれども えー、対面で受けたいという学生もいればオンラインで受けたいという学生も例えば語学のの授業の中でではありますあ,のゼミでもありりまますすゼミもそういった時にですねそ,のそれを我々はハイブリッド型授業と呼んでますがそれが授業しやすいようにこれもちょっと写真見にくいですが、えー、まず1台は学生が座ってる方に向けて、まあ、1台はあの教員が立ってる方に向けてですね、えー、オンンラインで受けてる学生も その対面で受けてる学生のことをこう見れるようにしたりとかですねあと対面の学生が発言した時に集音を適切に行えるようにですねこれ一つかなり高いんですけれども集音マイクがちょっとご覧いただけますでしょうかこの左から2番目の写真の左側に写っておりますがこれを10台ほどですね小学部は購入しましてえ高性能のものですのでちょっと。 えー、値段は高いんですけれどもそれを用意して対面で受けている授業の学生たちの声をよく拾えるようにオンラインで受けている学生もちゃんと聞こえるようにそのような環境を整えております。また体育で、えー、この体育を対面で受ける学生にはですね全履修者に、えー、体育ですから動作があるわけですけれどもそれが行っても落ちないですねちょっとあのー えー、高価格のですねフェイスシールドを、えー、学部として購入しまして学生方に無料で配布するというようなことも行っております。でまたこれは小学部ということではないんですが食堂ですね食堂もですねお弁当のみを販売しております。でそのお弁当もですね食べるスペースはあのー、このここは座っちゃダメよというようなこうマークをつけてですね。 酸密回避を徹底しております。なおこういった環境ですが、あの学生たちのあのいろんな食のバラエティをのためにですね、あのキッチンカーも呼んだりしております。はい、それではここからですね来年度の授業の実施方針です。 来年度もですね引き続き少人数授業については本年度の秋学期のように、えー、対面を実施する予定です、まあ、ただし、えー、希望する学生もおりますのでオンラインでの対応も、えー、継続して行うということでございますそれからこちらの2番目が本年度の秋学期と大きく異なる点なんですが、えー、この秋学期は、えー、講義 いわゆる先生が前に立って学生たちにどちらかというと知識を与えるその授業ですけれどもその授業については本年度の秋学期は一切対面の授業を行っておりませんでした、えー、本学商学部の規模になりますと、えー、履修者がまあ、教室定員500何十名の教室があるんですが履修者が500名を超えるというようなこともありえますまあ、300名を超えるのは当たり前という状況です えー、ただ、ですね、あのー、文科省が教室定員の半分までしか入れちゃいけないというような指針を示しておりますので、えーっとまあ、そうしますとですね、あのー、講義の授業においても、えーまあ、希望する学生全員を受け入れることはできないということになります。 まあ本年度の秋学期は一切講義形式の授業で対面は認めていなかったのですが来年度についてはその文科省の指示に従った範囲内で対面式の授業を一部実施しようというふうに考えております。であの来年度につきましても先ほども申し上げましたようにオンラインの授業はあの継続して実施するということになるわけですが、えー、っとこのスライドに 本年度春学期に学生に行ったアンケートの結果をお示ししております。えー、っと一番満足度の高かった授業はやはり同時双方向型、まあライブで行う授業ですね。でそれから続いて動画配信型でそれから資料配信型で自習中心型は満足度がやはり低いということで、えー、こういった経験も踏まえて。 ですね、またあと学生たちもですねオンライン授業の環境にかなり慣れてまいりました、あのーまあ、教員側も、えー、オンライン授業のノウハウというのを蓄積いたしました、えー、ですので、えー、こういった同時双方向型動画配信型これを行う能力が大学側も、まあ、教員側も学生側も高まってまいりましたということで 2021年度のオンライン授業の方針としては、まあ、できる限りですね同時双方向型動画配信型を実施してくださいと先生方には言っておりますでまた資料配信型を実施する場合も一部ですね双方向型同時双方向型やあるいは動画配信型を組み入れるというような形で実施していただくとでも自習中心型はもう実施しないということにいたしております でこちらがです、ね、来年度の2021年度の対面授業を予定している講座数です。えー、っとこれはですねあくまでも現時点での計画ということでございます。まず先生方にです、ね、対面希望かオンラインで実施するならどのタイプの授業を実施したいか。 いうことでアンケートを取ってですね、まあ、こういう数字を上げてきているわけですけれども現在第三波ということで非常に感染状況が拡大しておりますそういう環境下にあることも影響しているかと思われますが現在はですね全体の約30%が対面になるというようなところとなっておりますしかし先ほども申し上げましたように感染状況の推移によっては 我々は臨機応変にですね対面の授業を増やしていきたいというふうに考えておりますで最後になりますが、えー、私からのメッセージということでございますがまあこれまでも何回か申し上げてきたところでございますが2021年度は可能な範囲で対面授業を実施したいというふうに考えておりますえもちろん えー、それはですね、えー、学生にとって安全安心な受講環境、えー、がなければなりませんのでその環境の整備にはついては徹底的ににこれを行いたいといたとう,ふうに考えておりますでまた他方でですね例えば、あのーまあ、いろいろなその、えー、感染リスクに対する認識あと実際にですね既往症などの、えー、条件が 各学生によって違いますので希望する学生にはオンラインで授業を受けられるという環境を必要に応じてて提供しておきまたこれも先ほど来何度も申し上げていることですが感染状況があの、まあ、あの感染拡大が止まるあるいは感染が収束に向かっているということであれば臨機応変にですね あの対面授業を拡大してまいりたいとまあ逆に感染リスクが高まればですねあのー、またですねオンライン授業の割合を増やさざるを得ないということもあり得るかと思いますがタイムリーにですねそういった意思決定を行ってまいりたいというふうに考えておりますでまたですね、まあ、仮に感染リスクが高まって来年度もですねオンラインの授業が多いということになった場合学生間のですね交流をまあオンライン になると思いますがまあ、促進する交流を促進するような取り組み機会っていうのを積極的に実施してまいりたいというふうに存じますそれからオンライン授業は多かれ少なかれ来年度も行われるわけですがそのクオリティはさらに今年度以上に上げてまいりたいというふうに存じますまた学生相談の窓口というものをですね、本年度より充実していきたいというふうに考えております でまたですね、あのどうしてもですね、あのキャンパスに学生たちが集った場合に比べてですね、いろいろな授業に関する情報がですね、学生間にえーこうまあ、共有される程度がですね、オンラインだとどうしてもあの低くなってしまいます。あの実際にキャンパスに学生がいれば。 まあ雰囲気や何かからですねあ今これの募集時期が始まってるだとかそういうことが伝わるものなのですがオンラインだとそういうものが一切ありません実際の文字情報その大学が提供する文字情報が中心になってまいりますそれがなかなか伝わりにくいということが今般こう我々としても認識いたしましたのでできるだけですね授業に関する授業の情報については 学生たちにうまく共有できるようにですねうまく伝えられるように工夫を徹底してまいりたいというふうに感じますかんあ思っておりますでまたあー学生のですね学びに対する意欲を損なうようなあのことがあの来年度はないように徹底して対策を練ってまいりたいと思いますでまた逆にですね学生の学びを促進するようなことにつながる施策については 積極的かつタイムリーに実施してまいりたいというふうに考えております。えっと最後にですね下にこのスライドの一番下に英文を示しておりますがこれはあのえ私があのえ尊敬しているエドワードエル・デシュというそのまあ心理学者の言葉なんですがこ何が書いてありあるかと言いますとえ人は 自分以外の人を動機づけることはできないんだと人が自分以外の誰かにできることはその誰かが自ら自分を動機づけることができるような環境を整えてあげることだけなんだとまあ、そういった趣旨の英文になっております人は自分以外の人の心をムンズと掴んでやる気になりなさいというようなことはできないそうすることはできないわけです できることがあるとするとその人の環境を整えてあげてその人が自らモチベーションを高めることができるようなそういったその環境や条件を整えてあげることだけなんだとそういった趣旨でございます我々としましてもご子女の皆さんが自ら自らを動機づけることができるようなそういった環境づくりに力を入れてまいりたいと考えております。えー 来年度も我々教職員一同精一杯ご支助の教育研究活動を支援してまいりたいというふうに存じます、えー、引き続き小学部のことをよろしくお願い申し上げます以上をもって私のご挨拶と返させていただきたいと存じます長々としゃべりましたがご視聴いただきましてありがとうございました